頭の形が綺麗に見えるヘアアレンジの紹介です。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回は絶壁の方におすすめの頭の形が綺麗に見えるヘアアレンジのご紹介です。今回はね、ロングヘアのね、方でやってるんですけれども、ロングでもミディアムでも、こんな感じでね、後ろにまとめれる方であれば、どなたでもできるようなヘアレンジです。ただ、普通のヘアレンジと違うのが、ここがね、結構絶壁だったりとかの方ってね、ペタッとしやすいんですけど、結構ここがこうふんわり丸くなるようなヘアレンジになってますので、どなたでもね、頭の形が綺麗に見えて、ちょっとこなれ感が出るアレンジになるかなと思いますので、ぜひ皆さんこのアレンジも覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、じゃあまずブラシで髪の毛を溶かしていきます。引っかかりがなくなるようにしっかりと溶かしてください。次に髪の毛を上下に2つに分けます。大体で大丈夫ですので、今回はね、耳上ぐらいですかね、この辺のあたりぐらいで、上の髪の毛をダッカールで留めておきます。残った下の髪の毛をちょっとね、引っかかりがある方はブラシで溶かしてゴムで結んでいきます。で、結ぶ位置もだいたいね、耳の少し下あたりぐらいで結んでください。で、次に上の留めてた髪の毛を下ろして、またね、しっかりとブラシで溶かして髪の毛をまとめていきます。で、まとめたら真ん中で大丈夫ですので、半分に分けます。で、半分に分けたやつを交差させながらちょっとね、ねじっていきます。こんな感じで。で、ねじったら、この髪の毛を下に結んだ髪の毛にこう挟んでいく。こんな感じで挟んでいく。で、挟んだら、ちょっとね、ここだけ難しいかもしれないですけど、この挟んだ上の髪の毛2つをゴムで結んでいきます。ここだけですね。で、下の髪の毛はなるべく結ばないようにしてください。ここら辺がね、少しだけ難しいかもしれないですけど、ね、慣れちゃえば結構簡単かなと思うので、こんな感じで。で、この襟足の髪の毛はここに来てるような状態で、襟足の髪の毛の下にこう結ぶような感じで、後ろに持ってきたらこんな感じです。毛先の部分をお好みでアイロンで巻いていきます。短い方に関してはね、そのままでもいいかなと思うんですけど、ロングヘアの方に関しては毛先だけワンカールで巻いてあげると少しね、動きが出ておしゃれに見えるかなと思いますので、ちょっとね、こうランダムにワンカールだけ巻いていきます。毛先を巻いてバランスが整ったら、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じで、紹介させていただきました。このね、上の部分をこうねじねじすることによって、ここにね、丸みが生まれてくるので、頭の形が綺麗に見えるっていう感じです。で、ゴムもね、しっかりと隠れてくれたりもするので、もうこの状態で出かけてもらっても全然大丈夫かなと思います。
特にね、髪の毛今回はね、長いので毛先巻いたんですけど、短い方、ミディアムヘアの方でこれぐらいの方に関しては、もうこのままネジネジしてまとめるだけでも、そのまま出かけれるようなアレンジになってますので、ぜひ皆さん、このアレンジもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。